2020年度武蔵野大学生涯学習講座の特別講座として、北里大学名誉教授の鈴木淳子先生をお招きして、新型コロナウイルス禍を賢く生き抜く、うつさない、うつらないための生活の知恵と題してお話をお伺いいたします。私は本講座の企画、司会進行を務めます、元本学薬学部教授、現在本学客員教授の大室と申します。鈴木先生は社会人としてご活躍になった後に、北里大学薬学部にご入学になり、その後薬学部の教授としてご活躍なさいました。現在は北里大学の名誉教授です。ご略歴につきましては、生涯学習講座ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。最初に両名の利益相反について示します。本日お話しする内容並びに資料について、特段の利益相反はございません。この日付ですが、2020年7月28日となっていますのは、当日に、10名のモニターの方、一般の方にウェブで聴講していただいたためです。聴講前にモニターの方からいただいた新型コロナウイルス感染症に関するご質問の回答の一部を講座に反映させております。また事前にいただいたご質問、聴講中及び聴講後にいただいたご質問への回答は別途 Q&A として提示する予定としております。なお本講座では新型コロナウイルス感染症について WHO による名称 COVID-19 も用いております。また本講座の内容は一般社団法人地域医療薬学研究会の代表理事でもあります鈴木先生が中心となって作成したこの右に示しましたハンドブックの内容を踏まえたものです。ハンドブックに関するお問い合わせにつきましてはスライドに示した通りでございます。鈴木先生からお話をお伺いする前に本講座の目的などをお話しいたします。本講座の目標は、もちろん新型コロナウイルスをうつさない、うつらないための生活の知恵を学ぶことです。ここに堅苦しく書いてありますが、具体的な目標といたしましては、COVID-19 がどのようなものであるかを理解し、感染しない、感染させない行動が現時点で最も確かな COVID-19 対策であることを了解し、皆様の生活の工夫に取り組むことができる。これが目標となります。そして ぜひ身につけていただきたい態度といたしましては、氾濫する膨大な情報の取捨選択ができる、つまり正しいまたは適切な情報を選択できるのが非常に重要です。行政が提示する感染対策の意義、科学的な根拠ですね。例えば3密を避けると言ってますが、その科学的根拠、それを理解する。そして適正な情報に基づいて、生活上の行動を評価し、判断できる態度を身につけていただきたいと思います。うつさない、うつらないがみんなを守るということを理解していただければと思います。ところで、正しいまたは適切なレベルの情報が必要と申しましたが、それはどこからの情報で、どうやったら正しいまたは適切な情報であることを見極めることができるのでしょうか。COVID-19 禍に立ち向かうための正しいまたは適切なレベルの情報といたしましては、ここに示しましたように、行政からの情報、内閣府、厚生労働省、消費者庁、そして都道府県等からの情報でございます。国からの情報でありますと、URL の最後に go.jp がついております。大学等の研究機関からの情報、これも信用できます。大学からの情報は最後に ac.jp がついております。そして学術団体等からの情報が信用できます。でこの学術団体といたしましては、日本医師会とか日本感染症学会などがあります。膨大なネット情報、まあ、これにはソーシャルメディア、例えば LINE とか SNS とかブログ等ですね、の情報が含まれますが、その多くは信頼できません。もちろんテレビ等の情報にも信頼できるものとできないものがあります。次に膨大な情報の中の信頼の受ける情報の見極め方ですが、価値もないというものがあります。これは聖路加国際大学のインターネット上の保健医療情報の見方から引用いたしました。前のスライドで示したような行政、大学等及び学術団体等の信頼できる情報源以外の場合に特に注意が必要です。価ですが、書いたものは誰か、発信しているのは誰か、信頼できる専門家または組織か、個人なら所属が怪しいかもしれません。例えば COVID-19 に関する情報につきましては、某大統領
は所属は明らかなんですが、専門家ではないので、その方の発信するソーシャルメディアにおける情報は信頼できない場合が多々あります。知ですが、違う情報と比べましたかということで、他の情報とは違うかもしれません。他の多くの情報とは違う可能性があります。もですが、元ネタ、根拠は何か、非常に重要です。引用文献や出典がなければ勝手に言ってるかもだけかもしれません。そして、その信頼できる情報としては、通常は学術雑誌に掲載された論文などが引用されています。その引用されたものが動物を用いたものであれば、その結果を人にそのまま適用できません。また引用されたものが人を対象とした試験の結果であれば、その目的試験方法ですね、比較するものがあるかどうか。例えば、A というものの COVID-19 の治療効果を明らかにするための試験であれば、A の有効成分が入っていなくて、外見や味や匂いが同じもの、これプラセボと言いますが、それを A の結果とこのプラセボの結果、A を服用した結果とプラセボを服用した結果を比較するということが必要になります。また試験結果が適切で被験者さんも統計学的に解析ができる十分な人数であるかなども吟味する必要があります。ただ通常は査読と言いますが、専門家が審査します。そういうことを言いますが、査読された論文であれば信頼が受けるとされています。なんですが、何のための情報か。例えば自社の製品を売るための情報であればバイアスがかかっていることは容易に推測できると思いますが、適切なものとは言えない可能性が高くなります。で、いにつきましてはいつの情報か、古くて今とは違うかもしれません。 COVID-19 の情報も以前の情報と現在では異なっているものもあります。信頼の受ける情報の見分け方の詳細は以下に示したサイトから入手してください。その他、情報を見極めるための10か条。これ厚生労働省の統合医療に係る情報発信と推進事業、これ EGEM と言いますが、これも参考にしていただければと思います。序が長くなりまして申し訳ございません。それでは鈴木純子先生、ご講義をお願いいたします。ご紹介いただきました北里大学名誉教授の鈴木でございます。本日はチャンスをいただきましてありがとうございます。一応、この新型ウイルス、新型コロナウイルス化を賢く生き抜く、うつさない、うつらないための生活の知恵ということでお話をさせていただきます。私はもともと社会系の仕事しておりまして、そこから薬学部に行ったという変わり者でございます。でそのためにですね、今日話していることも、いわゆるバリ理系というよりは、いわゆる社会系といいますか、生活に引き寄せたお話をしていくことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日お話していることのあらましでございますけれども、大事なところでございますが、新型コロナウイルスの感染症って一体何かっていうことと、新型コロナウイルスの感染対策の視点って何か、そして、新型コロナウイルス感染に対して自分でそもそも気をつけなければならないポイント、それから、初期的にはちょっと対応に迷うこともあると思うので、その時の判断の考え方、そして実際に感染してしまったという時ですね。その時に、ここら辺非常にこう、行政との兼ね合いで難しいところもあるのかもしれませんが、自分としてどんなふうに見落としをしていけばよいのか、そのあたりですね。それとこの新型コロナウイルス感染症というものが私たちの頭の上にどさーっとこう、日常的にも降りかかっているわけでございますけれども、そういう時に日々の暮らしっていうものをどんなふうに備えていけばいいんだろうか、そして一番今、エアポケットに入ってしまっていますのが、ご自宅に寝たきり等の患者さんを抱えていらっしゃるご家庭ですね。そういう時にはその患者さんとまた看護者である自分、あるいは、看護者である家族ですね、そういったものがこのコロナウイルス問題
で非常に実は今困ったところがあるということ、私たちつい一人一人自分自分っていうところで考えがちですけれども、実際にはこのように関係性の問題として、新型コロナウイルス感染症というのは非常にこう影を落としているんだということ、まあ、そういったところですね、ぜひお話をしていきたいと思います。はじめにということで見ていただきたいんですが、字ばっかりで申し訳ありません、メッセージでございます、この長期化する新型コロナウイルス感染症 COVID-19 というふうに呼ばせていただきますが、この脅威、まあ、これはもうしっかりと私たち見据えていかなければいけません、これはそうあるものだということで、どう暮らすのか、生活の問題としてどう考えていくのか、ということなんですけれども、今まで皆さんは非常にこう我慢我慢我慢という生活をされてきていると思います。この我慢っていうものは、緊急事態宣言というものの中で物理的に人に会えないということで、物理的な孤立ということをしみじみと味わう。そして会いたいけど会えない、行きたいけど行けない、行動制限というものがかかって非常に不自由な思いをいたしました。こういうふうに、孤立と不自由というものをしみじみと味わってまいりました。でこうなってみると、実際にこれまでの自由な生活というのは、実は非常に多くの人とかこの社会システムに守られているからできたことだったんだということを逆に、しみじみと思うわけでございます。でこのコロナ問題というのは、実は災害と同じで、しかもこの災害というのが日本全土に降りかかっていて、上は行政から下は私のような、人間個人までですね、全員が、それぞれにその災害の被災者であるという現実があります。なので、行政なんかを本当にね、どこまででも当てにしていいのかということになりますと、これは、行政当然ある程度当てにしなきゃいけないんですけれども、当てにするだけではなくて、私たち自身が自分を守ること、そして、私たちの大事な人、あるいは大事な人を通じて全然知らない人、今日この瞬間袖をすり合っている人、そういった人たちを守る。そしてそれがやがてですね、医療というものを守る。でやがて社会システムを守るということにつながっていく、このような行動をしていくことが今必要とされております。この不自由、この孤立の中でですね、新しい関係、あるいは新しい意味合いというものを私たち探してできることを考えていきます。そしてなんで、そうしなくちゃいけないんだ、だからこうできるんだということを一緒に考えていきたいと思います。早速でございますけれども、世の中に有名なセリフで孫子のセリフだったかなというふうに思っておりますけれども、敵を知り己を知らば百戦危うからずというような言葉がございます。敵って何だと言ったら、もちろん、この新型コロナウイルスおよびその感染症ということになります。で己というのは私たち自身の力であり、私たちの、この社会が持っている力ということになります。これは正しく評価できるということが一番大事で、そういうふうにできることが、このコロナウイルス感染症との戦いというものを私たちを有利に運んでいくポイントになるだろう、ということになります。今、このコロナウイルス感染症問題で言われていることって何かということです。夜な触るな集まるなということです。非常に寂しい。私たちこれまでつながりましょうっていうようなことを何らかこう合言葉にして生きていたような気がいたします。まあ古くはですね、古くもないか、2011年でしたかね、いわゆる東日本大震災、あの巨大な災害、その前にはもちろん神戸の問題がございました。そういったことを通じて、お互いに助ける、だからつながろうっていうようなことをですね、ああいう言葉に生きてきたような気がするんですけれども、今それがひっくり返すというようなことですね。で、
家庭の中ですが、おじいちゃんと孫が手をつなげない、そんなような状態が出てきております。なんでそうなんだろう、どこまでそういうふうにしていればいいんだろうっていうことを考えることが今必要です。極端に言えば、なんでそうなんだろう、どこまでやればいいんだろうっていうことを考えていかないと、極端な行動にみんな走ってしまいます。マスクしてない人を見つけて、マスクしてない人は非国民であると、何不要な、いわゆる俗に言うマスクなんちゃらでありますとか、自粛なんちゃらでありますとか、まあ、そういったことは一辺の正しさを持っているだけに今怖い、自分のストレスを、まあ、他人に向けているとしか言いようがない。それは非常に寂しい、非常に悲しいことだと思います。ですので、この図を見ていただければわかりますけれども、敵としてウイルスってどうして厄介なんだよ、で新型コロナのウイルスって何なんだよ、で、この COVID-19、新型コロナウイルスの感染症で何がこれほど困ってるんだろうということですね。そして己の問題といたしまして、医療ってどこまで発展できるんだろう、これで皆さん非常に困ってらっしゃる。で、どうしていろいろ面倒なことがあるんだろう、思い立っても PCR 受けられないじゃないか、で、これ以上何を我慢しろっていうんだろう、で、こういったことはですね、正しい知識、そして確かな行動の根拠、そしてそれに基づいて考える、で、できるだけ小さな枠組みで協力をする、で、そしてそれに基づいて暮らしの中で工夫をしていく、こういったところまで持っていかれればよろしいのかなと。で、それが最終的にはうつさないであり、うつらないであるということになるだろうと思います。で、先ほど大黒先生の方からですね、ご紹介ございましたけれども、やはり一番大事なのは、何が正しい情報なんだろう、で、何が極端ではなくて、適切なレベルの情報なんだろうというようなことをしっかりと私たち見極めをしていかなければなりません。正しいということと適切ということは若干違うことなのかもしれませんけれども、正しくなければ適切ではないということにはなります。で、適切なっていうのは、その時点で私たちが知っておくべきレベルということだと思います。で、そういったことを知っておかなければならない、どこの情報がいいんだろう、これは先ほど大室先生からご紹介いただきました。ネットブログ等で非常に多くの情報が流れております。極端な言い方をすれば、どこだかの大統領が言った、ただの風邪だと、おときは治ると、で、その陰で何万人もの方が亡くなっている、確かにただの風邪です、おときは治る人もいます、しかし何万人の方が亡くなっているという実態もあります。そのようなことをですね、どういうふうに考えていくのかということでございます。で、続いてのこちらのスライドですけれども、これも診断における情報の見極め方ということになりますね。こちら、とにかく我々が今当てにできるものは情報です。この情報を当てにしなければならないだけに、正しい情報、適切な情報というものをどうやって仕分けをしていくのか、この知恵をまず私たちは大事場面に持ちたいと思います。で、次に敵の話をしたいと思いますね。新型コロナウイルス感染症っていうのは一体どんなものなんだろうという中に、ウイルスってどうしてこんなに厄介なんだろうということを一つ考えてみたいと思います。ウイルス、いわゆる細菌ではないんですね。細菌だったらまだね、簡単だったぞって思っている人いっぱいいます。お医者さんでもそうですし、我々のようないわゆる科学者といいますか、私は科学者ですけれど、ちょっと化け物でありますけれども、そういうふうなことを考えてらっしゃる方いっぱいいます。ウイルスは厳密には生物ではございません。厳密には生物ではない、生物的な挙動を示すこともあるけれども、生物ではございません。なんでって言ったら、空気中で自分勝手に増えられるかというと増えられません。じゃあウイルスってどんな人、
人じゃないですね、どんなものっていうと、ちょっとこちらのスライドね、ちょっとボロブネを、ご紹介しております。下のところにボロブネをご紹介しているんですが、これですね、あ、すみません、これを見ていただければお分かりかと思うんですけれども、動力を失って他のものはあるんだけれども自分で、どうにもならない、ボロ舟、これがですね、ウイルスなんですね。動力を失った船というようなもの、他のインフラはみんな揃ってるんだけど動くことはできません。だけれども、そういうわけでドックに入ればこれはもうこっちのものだということで、ひとたび生きた細胞に取り付きますと、やにわに爆発的に増えていきます。そしてその時にその細胞を傷つけていくわけですね。つまり、環境中で自分勝手に増えないけれども、私たち生物が環境中のウイルスを増やしていくのだということ、私たちがウイルス工場なのだということ、これはしみじみと自分で、思いしとかないといけないことです。つまり移るっていうことは増やすということです。したがって移るということは移すということです。でそういう意味でウイルスは非常に厄介だということです。ではウイルスの中でもいわゆる新型コロナウイルスって何者かということでございます。SARS-CoV-2 というふうに呼ばれております新型コロナウイルスでございますが、この最大の特徴はエンベロープウイルスというふうに言われていることでございます。エンベロープ、これは封筒とか、外皮というふうに言われるものでございますね。でそれをかぶっているウイルスですよということなんですね。でこの新型コロナウイルスのエンベロープはウイルス粒子が細胞からポンと出てくるときに、失礼なことですけれども、私たちの細胞膜をちぎり取ってかぶって出てくるんですね。大変失礼なやつです。ということなんで、私たちの細胞膜取っちゃうわけなんで、細胞障害力が非常に高いですね。で、私たちの細胞をかぶっている、細胞膜をかぶっているわけなんで、よその細胞に取り付く力が強いです。その細胞馴染んじゃいます。そして、そういうわけなので侵入部位というのは、結局のところむき出しに細胞がある部分ということで、俗に粘膜部位と呼ばれるところでございます。私たちの手の表皮あるいは顔の表皮等は、面の皮が厚いというふうによく言われますけれども、表皮自体は実はケラチン等で守られています。ですので表皮についたコロナウイルス直ちに私たちの面の皮に潜り込むというようなことはまずございません。けれども喉、お口、鼻等にくっついてしまったら速やかに入っていく可能性がで、外から、この空気中に存在する、何らかの形で空気中に存在する、コロナウイルス、新型コロナウイルスですが、これが最初に取り付くところは主に呼吸器であるということは想像したらすぐ分かることですね。しかしながら、このコロナウイルスね、入ったらどこにでも行きます。機械があればどこにでも行きます。後でお話しいたしますけれども、おしっこ、うんこの中にも出てきているというようなことが、知られております。で、それは呼吸器に比べれば量は少ないかなというふうに思いますけれども、非常にそういうのは問題だということです。で、今下水なんかを調べてコロナウイルスの下水の中にいるかということを見ている検査もございます。それはおしっこやうんこの中に出てきたものがその辺の下水に入っている可能性が高いからでございます。そして私たちの細胞の膜をかぶって出てきますもので、私たち自身の体で備わっている免疫系を騙す力が非常に強いんですね。すると、せっかく一回は働いた免疫をですね、記憶化されないで大したことないよね
ということで、まあ、忘れられてしまう。これはですね、最近よく話題になっておりますけれども、一度できた抗体が1ヶ月ぐらいで消えてしまうという現象ですね。そういったものに代表されるところであります。そのようなわけで、この新型コロナウイルス、非常に可愛くないという、ね、そういうものでございます。で次に、新型コロナウイルスの感染症と、例えばインフルエンザ等の比較ということで、これは藤田浩一郎先生がお作りになった表なんですけれども、これをちょっと見ていただきたいと思います。一番左がですね、こちらが COVID-19 です。一番こちらが、季節性のインフルエンザということですね。でこれを見るとで途中にSARS でありますとか MERS でありますとかそういったものが、入ってございます。でこれ見ますと、まあ、高熱や肺炎とかね、下痢とかっていうのは、まあ、よく見ることでございますけれども、例えばここで注目していただきたいのが、いわゆる感染者1人からどのぐらいの人間にうつるんだろうということなんですけれども、まあ、新型コロナウイルスですと2人から3人ぐらいでしょうか。で、それがSARS の場合であれば、まあ、2人から4人ぐらいと。で、MERS であれば1人。で、季節性のインフル、まあ、これはですね、なかなか結構うつるんですけれども、まあ、4人ぐらいということなんですけれども、インフルと違って、実は非常に潜伏期間長いです。潜伏期間が長いということは、何かといったら、知らないうちに人にうつしてますよね。ということです。そこが厄介なところであります。悪意は全くない。だけど、うつしちゃってるかもしれない。で、致死率を見ますとですね、まあ、致死率、とりあえず、2% ぐらいでありますね。インフルは 0.1% というふうになっています。これはですね、インフルの場合は、対処の方法が確立されております。けれども、残念なことに新型コロナウイルスというのは対処の方法がおっかけおっかけであって、今現在はほぼ対症療法ですね。出てきた症状に対してどういうふうに立ち向かうかということだけであって、いわゆるウイルスをどうにかしよう、そういったことがなかなかできない状態でございます。ですので、これやむなくですね、致死率が高いということになってございます。ということは結局、COVID-19、新型コロナウイルス感染症自体の困った点ってなんだよということを4つ挙げました。まとめて言います。まず、新型コロナウイルスの困った点1、感染力が高いです。で、どういうふうに感染していくかということなんですけれども、俗に言う飛沫感染。そして、そこら辺にあるものをベタベタ触ったことによって自分の体の中に、まあ、運んでしまうということで接触感染。そして、改めて最近言われておりますのがエアロゾルですね。飛沫が、小さくなって結局、まあ、空中漂っているうちにどっかに付着すると、まあ、いうようなことでございます。で、このうち飛沫と接触というのがやはり一番我々にとっては厄介な問題というふうに考えております。で、この感染力が高いということは、呼吸器粘膜に取り付きやすいですし、そうしますと、飛沫接触ということを考えますと、密な環境では非常に、それだけに空気中のウイルスの存在数がめちゃくちゃ多くなると。そうなれば、接触だろうが、飛沫だろうが、エアロゾルだろうが、うつる確率は飛躍的に高くなるということになります。だから密を避けろというふうに言われるわけでございますね。で、次に先ほど申しましたように潜伏期間が長いために私たち普通に行動してしまって、この潜伏期間の間に人にうつすという可能性が高いということです。で、3番目、よく言われることです。感染しても無症状で経過する人が非常に多いということですね。若い方を中心に無症状の方結構いらっしゃいます。かくいう私だってそうだったのかもしれないな、若くないですけれども、時々そんなことを思うことがあります。
で、無症状の方が多いっていうことは、無症状であるということが、実はですね、非常に軽く考えられるもあのところなんですね。俺は無症状だから大丈夫だよね、怖くないよねということで、そういう人が人にうつしてしまった場合、うつされた人が無症状で経過するとは限った話ではないんですけれども、自分が無症状だったからへつらけというふうに考えてしまう若い方結構多いです。そういうようなところを気をつけてほしいなというふうに思っています。そして4番目です。この重症化する場合というのは急激に悪化いたします。あれよあれよという間に症状が悪化いたします。で、その場合どういうことが起きているのかといいますと、俗に言う免疫暴走、よく最近 NHK の番組なんかでやっておりますけれども、そういうのを言いますと、免疫細胞、特にマクロファージなどのようなものがですね、自己破壊を伴うこと、特効をかけるわけですね。で、その結果非常に良くない反応まで出てしまう。で、一番嫌なのが血栓を起こす、あるいは血管炎を起こす。それでいろんなところの血管が詰まってですね、いろんなところの臓器に障害を起こしてしまって、それが最終的に問題になってお亡くなりになる方が非常に多いということですね。はい、というわけですね。ここを皆さん今日は把握をしておいていただきたいと思っております。で、したがって先ほどから申しておりますけれども、いわゆるこの感染経路というのが、飛沫接触エアロゾルということになってきますので、3密を避けろというのは全くこれは理由のあること、ぜひここは、もう分かっていただきたいところだというふうに思っています。環境中のウイルス量を増やすのは人なんですよ。で、距離でもあるし、また時間でもあるというふうに理解をしていただきたい。で、ということはそれを逆に考えてみたいと思います。この飛沫接触エアロゾルということを考えた場合に、この感染を何とか断ちたいというふうに考えたならば、方法として一体何があるのかということになりますが、ここでは、回避する、遮断する、排除する、壊す、この4つを挙げさせていただいております。回避は今お話しいたしましたけれども、俗に言う3密の回避でございます。そして遮断でありますけれども、これは出すという意味での遮断でもあり、入るという意味での遮断でもございますが、これは私たち今、大変夏で困っておりますけれども、マスクであったりペタペタ触ったら困るから手袋をするなどということで遮断をする。そして排除なんですけれども、ウイルスの排除というのは物理的排除ということで、洗い落とすことが一番でございます。で、この洗い落とすっていうのは非常にバカにならないんですね。で、しかも石鹸等を使って洗い落とすっていうことは、お隣にあります破壊ということにもつながってまいります。ですので、この排除と破壊、洗う、消毒する、これはぜひこれからも心がけていただきたいというふうに思っております。この表ですね、ぜひ注目をしていただきたいというふうに思っております。排除と湿滑ですね、はい、洗い落とす、ここなんですけれども、手だけではございません。顔、髪、衣類、そしてお口の中ですね、特にこのお口の中バカにできません。ぜひですね、このお口の中、バカにしないで、口をすすぐ、それからうがいをする、で最後、左右等を少し飲んで、お腹の中に洗い落とす、すすぐ、うがいする、洗い落とすですね。これはぜひこれからもですね、やっていただきたい、何はなくともやっていただきたいというふうに思っております。はい、ここまで1と2ということで、新型コロナウイルス感染症っていうものに対してですね、その実態ということを考えてまいりました。そして最終的には、どういうふうに対応しようかということの根本的なところをお話しさせていただきました。